よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日は会社にとってものすごい重大なニュースを発表していきたいと思います。私が去年の9月に法人化したこの株式会社デイジー、今は飲食店2店舗やっていて、3店舗目を夏に出すっていう状態なんですけど、飲食店に関係ありながらも飲食じゃないビジネス部門っていうのを5月1日から立ち上げることになりました。まあ、なんか具体的にどういうことをするかっていうと、メインは2つです。飲食店の撮影代行、あともう一つはインスタグラムの運用代行。この2軸を別部門、メディア部門なんていうか分かんないですけど、部門としてやることになりました。まあ、どういうことしていくかって言ったら、まあ、具体的にはカメラマンを各飲食店に派遣をして、飲食店のスチール撮影だったり、まあ、TikTok の縦長動画だったり、インスタグラムのリール、 YouTube のショートも一緒なんですけど、まあ、あとこういう風に YouTube 撮りたかったら別に横の動画撮影でもいいですし、とにかく撮影をやります。こんなようなサービスを展開していくことにしました。でもう価格はちょっとこれから営業代行さんに依頼して、今のベースの価格っていうのは変わるかもしれないですけど、とりあえず私たち、まあ、もう一人社員がいるんですけど、私たちで営業してやっていく間は3時間3万円プラス税、この価格を固定して都内を中心に飲食店さんにサービスをしていこうと思います。なんでこのサービスしていこうかなって思ったかなんですけど、まあ、私自身飲食店やっていて、やっぱり写真の重要性、ホットペッパーやっても食べログやっても何やってもやっぱ写真が良くないとクリックされないですし、今はインスタグラムで探す人も多い中で、この写真の重要性っていうのはものすごい感じてます。でほとんどのグルメサイトのカメラマンに写真を撮ってもらうと、食べログのカメラマンで撮ってもらった写真は食べログでしか使えませんみたいな制約がつくわけですよ。でもちろんなんか転用してる飲食店経営者結構多いと思うんですけど、まああまりそういうことしないで3万円かけてちゃんといい写真を全てに使えるように撮りましょうよ。これは需要があると思ってます。今これ撮影してるの5月2日で、走り始めたのが5月1日でまだ2日なんですけれども、まあ、始めましたと別の SNS で言ってから昨日今日の営業でもうすでに3件問い合わせが来てるような状態で、まあ、たかが3件ですけど、まあ、これからちょっとずつちょっとずつ走らせていこうかなと思ってます。でインスタグラムの運用代行に関してなんですけど、これに関しては月額5万円で、まあ、週に3回の投稿と位置情報のチェック、ハッシュタグのチェック、 DM の対応、ここら辺をやってリポストを毎日やっていく、そんな運用方法でやっていこうと思ってます。で3ヶ月に1回春夏秋冬の季節ごとにさっき入れたカメラマンのパッケージっていうのがその月額のインスタグラム運用代行には入っておりまして、いい写真を撮って定期的に素材を変えながらインスタグラムの運用代行をしていこう、そんな流れになってます。でこれっていうのは私インスタグラムで集客するためにやるのが大事とは思ってなくて、インスタグラムのインサイト、インスタグラムの写真でどれが拡散されてる、どれがいっぱいいいのをされてるみたいな、その情報データをもとに各グルメサイトに写真をあてがっていこう、それがメインの目的としてます。なんで多く写真を投稿します。でどの写真がいいって言われるのがもうインスタグラム見てる人から反応によって分かるんで、顧客がいいと言ってる写真をホットペッパー、食べログ、グルナビ、レッティ、分かんないですけど、そういうところに載せてった方がもうトータルで見た時に効果ありますよねって、そんなようなサービスをやっていくことにしました。まあ、これに関しては今からどん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 営業資料を作り込んでいってやっていこうというところなんで、どういうふうな顧客満足度につながるかは分かりませんけど、少しでもこれやってよかったなと思ってもらえるようにいいサービスを飲食店に対して提供して、どん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 私とかかってくれた人が集客できるようになってくれればなと思ってます。実を言うとこの写真撮影だったり編集だったりやってくれるのは、今実際この YouTube を撮ってくれてたり編集してくれてたりしてる人が正式に株式会社デイジーに入ってもらってやってくれることとなりました。実際にうちの店舗の写真はほとんど彼に今お願いしていて、あとポップの撮影とか、まあ、その他もろもろ撮影編集ウェブデザイン系は全部彼にやってもらってるっていう状況になります。なんで写真撮影だけじゃなくて、こういう横長の YouTube の撮影だったり、今企業の TikTok 運用も一社やっていたり、
あとそういうところもできますんで、もしこの動画見てる人でそういう需要ありそうな人いたら繋いでくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。本当にこういうのって面白いもので、4月の後半ぐらいからこういうのやろうと思うんですよねっていう風な相談を、まあ、いろんな経営者にし始めた時期がありまして、まあ、ありがたいことにいろんな方が話をつないでくれて、これから打ち合わせが入ってるのはチャンネル登録者数310万人ぐらいの YouTuber さんや73万人ぐらいの YouTuber さん、こういう YouTuber さんの編集としてチームに入れてもらえないか、73万人のところに関しては運用企画までやってもらえるんだったらチームに入ってもらいたい。まだこれがどういう費用感なのかとか分かんないですけど、でもそういう話をちょっとずつちょっとずついただけてるので、この飲食に限らず動画だったり SNS に関することを、飲食で培ったノウハウが横展開で提供できると思った会社に対してはやっていきたいなというふうに思います。この動画見て本当に紹介しちゃってもいいなって、もしくは飲食店経営者で、まあ、こういうのやってみたいな、興味あるな、費用がもうちょっと安ければな、何でもいいです。とにかくそういうのに興味あるっていう人がいたら、私の個人のダイレクトメッセージでも全然構いませんので、何かしらの方法で連絡をしてくれればなと思います。これから株式会社デイジーは飲食の方向でももちろんですけど、こういう動画撮影とか別の軸も使って2軸で会社をなるべく大きくしていければなと思います。まあ、でもこれっていうのは会社としてはなんかものすごい大きいことだなと思っていて、例えば将来30、40、50、60にもし飲食の社員が年齢を重ねていった時に、現場がきつくなった時の現場じゃない先の職ビジネスモデルっていうのが一つあるとか、これから店舗が広がってきた時に、じゃあ例えば育休取りたいっていう男性社員、出産する女性社員、何かあるかもしれないです。現場に立てなくなる理由があった時にこっちで働けるよっていう軸が作れるっていうのは会社としてもものすごい大事なことだと思いますんで、どちらも手を抜かずに少しでもいい会社になっていければなと思います。ぜひぜひ案件ください。本当にこの案件ないとただただ私は赤字を垂れ流す部門になってしまいますので、どうかどうかお助けください。よろしくお願いします。今日の動画本当に最後まで見てくださってありがとうございます。今まで結構飲食の話ばっかりしてきましたけど、これからは会社経営まだまだちっぽけですけど、いろんな話展開しながら話していきたいと思いますんで、これからも見てやるよっていう方はいいねとコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。